ピットとは、考古学用語もしくは発掘現場で、小さな穴や、細い穴状の遺構を故障する場合の総称である。石川県江沼郡山中町、九谷遺跡の発掘調査区内に広がるピット。一般的には、建物の柱穴などで想起される重木の間程度の大きさの穴を刺すが、性格のわからない穴、獲物を捕らえるための落とし穴や炊事などを行った、 穴としての機能を持つ、以降、直径1メートル程度の小さな土工もピットのカテゴリーに含んで呼ぶ場合がある。柱穴など用途が判明した場合は、そのピットのことを柱穴と呼んだり、性格の判明した名称で呼ぶが、性格がはっきりしない穴は、ピットと包括的に故障される。なお、英語では、縦穴式住居のことを、ピット、ハウス、ピットドウェリングと呼ぶことから本来は、 かなりの規模までの穴を刺す語であるが、日本では直径1メートルを超える大きな穴は土壕と包括的に相称する。ピットと土壕は大きさに関して漠然と区別しており、井戸跡のような直径数メートルに及ぶ穴は正確の判然としない場合に土壕と呼び、ピットとは呼ばれないのが普通である。縦穴住居跡の柱穴縦穴住居跡の内部に、 見られる柱穴以外の小さな穴掘ったて柱建物跡の柱穴直径1メートル程度の小さな土工作列などを構成する小さな穴建造物の一部と推察される小さな穴性格の判明しない小さな穴現場監督を行っている調査員調査担当者が作業員に小さな穴のことを指して指示する場合の用語また同じ意向でも調査員 調査担当者の判断によって、土工と呼ばれる場合もある。EG、そのピットを半分掘ってください。ピットの断面図を作ってください。など、ありがとうございます。